戻ったぞ村長さん。エナ、これで風車の部品は揃ったな。フルフルを見事に追い払ったそうだな。よくやってくれた。さすが伝説と呼ばれるだけのことはある。この子は伝説のライダーじゃ。ははは、まあまあまあ、それほどのこともあるけどな。これで全ての風車が動くところを見られる。なんだが。なんだが？どうしたんだ？まだなんかあるのか？まだ肝心の大穴の調査は手つかずでな。君たちの力をぜひ貸してほしい。ああ、もちろん協力するさ。だが気をつけてくれ。大穴の近くにいるモンスターはなぜか凶暴化しているんだ。それなら知ってるぞ。村に来る前に出くわしたザボアザギルもなんだか様子がおかしかった。そうか、各地でも同じことが起きているらしく、ギルドではモンスターの強行化と呼んでいるそうだ。強行化？ああ、大穴から発生した光によってモンスターがおかしくなっているとギルドは考えているようだ。光でモンスターが？強行化したモンスターがいつ現れるかわからない。万全の準備を整えて調査に向かってほしい。おお、わかったぞ。俺たち伝説ブラザーズに任せとけ。ありがとう、頼んだよ。いろんなところを探しているのだけれど、デデジー様の行方はまだわからない。私は引き続きアイルーと一緒にデデジー様の行方を探す。
強くなってるわ。なんだ？誰かに見られてる気がする。今から少し前のことよ。この奥に大きな穴が開いたの。大穴と光、それに強硬化したモンスター。わからないことだらけだな。大穴が発生したのはあそこよ。村長はあなたのことを伝説のライダーだと誤解しているわ。あなたがレウスと確かな絆を結べれば、もしかしたら誤解ではなくなるかもしれないわね。そうだな、アユリアの言う通りだ。本当に伝説のライダーになればいいんだぞ、ライダーさん。どうしたの？もしかして怖いの？レウスに破滅の力があるかもしれないから。レウスに破滅の力があったとして、どうしたらいいのか私にもわからない。でもトモンはライダーの声を聞いている。あなたが不安や迷いを感じれば、レウスも同じように不安を感じてしまうわ。ライダーさんのじいちゃんはモンスターの声を聞くことができたらしいけど、モンスターが人の声を聞くっていうのも初めて聞いたぞ。モンスターは、人の感情やその場の雰囲気を敏感に感じ取っているの。言葉を喋らない分、私たち人間よりも感覚が強いのかもしれない。そういうものなのか。あなたが怖がっていたらレウスは力を出すことができない。レウスを守れるのはライダーであるあなたしかいないのよ。その息よ。どうかしたの、ナビル？なんだかずっと誰かに見られてるような気がするんだ。誰かって？誰もいないけど。もしかしたら俺のファンがついてきてるのかもな。恥ずかしがらないで出てくりゃいいのに。あれは大変だ。急ごう、ライダーさん。
なんだかまがまがしい。いつになったら力を出すんだ。何か感じ取ってる。おい、もっと近くで探らないと。アルセルタスよ、様子がおかしいわ。
リオレイヤーの時と同じだな。光を浴びたせいでおかしくなっていたんだな。ええ、これではっきりしたわね。光がモンスターを暴走させていたのよ。でもわからない、モンスターが光を浴びて強硬化するのならオトマンだって危険なはずよ。この子たちはどうして正気でいられるのかしら。まだまだわからないことだらけだけど、これで一歩前進だな。村に戻って報告しようぜ。ええ、そうしましょう。村へ向かうぞ。そろそろハンターを呼びませんか。理由は、予感、胸騒ぎかな。分かった、手配してくれ。あら素直。ことが起きてからでは遅いと言ったのはお前だろ。それにお前の勘は見どころがあると聞いている。なるほど、良い教えですね。でも残念。何がだよ。いえいえ別に。ゲネルセルタスとアルセルタスがいたぞ。どっちも強硬化していた。やっぱり大穴から発生している光とモンスターの暴走には関係があったんだ。そう、だから島の守りレウスは暴走してしまったのね。守りレウスの様子がおかしかったからずっと気になっていた。強硬化したモンスターが村に現れたら、また村を壊されてしまったかもしれない。君たちのおかげで最悪の事態を避けることができた。皆に代わって礼を言う。ありがとう。言ったろ、この村は俺たちが守るってな、ライダーさん。こっちも分かったことがある。デデ爺様はラビナ雪山にいる。目撃したアイルーがいるの。本当か。だったら急いでデデ爺のところへ向かおうぜ。ええ、支度ができたら出かけよう。